はい、皆さんこんにちは。自然と遊ぶシティリバーズチャンネルです。今回は今ここ奥多摩湖なんですけど、奥多摩湖を過ぎて小菅村の方にちょっと探索しに行ってきたいと思います。小菅村というのは山梨県ですね。奥多摩町、東京都の奥多摩町の隣に隣接する山梨県の小菅村ですね。自然豊かな場所なんで、結構好きな場所なんで、どんなところか調査していきたいと思います。それではご視聴ください。どうぞ。いい景色。ささいきのこつりがさがさ、全部大好き。自然今日も楽しく自然と遊ぶシティバーズチャンネル。はい、奥多摩湖から20分ほど車を走らせてきました。変な虫？どれ？毛虫だねこれは。滝があるんで小菅村っすね。ちょっとすごい冒険心をくすぐる道があるんで、ちょっと滝見ていきたいと思います。楽しみだねこれは。すごい楽しみ。ちなみに天気もめっちゃいいです。楽しみだ。さて下ってくぞ。ロマン街道だよここは。楽しいね。なんかいたら教えてね。ボクちゃん早く行け。怖くないよこんな。パパ行こうか。レディゴほら行け。よしよしよし。もう音聞こえるんじゃないかな。じゃあ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 って。うわすげえいい場所だ。転ばないでよ。大丈夫？めちゃくちゃいい場所。もう川見えてきたじゃん。あ、もう川見えてる。すげえいい場所だ。よし。左かな？こっちかな？ちなみにこっち行くとこだね。ああ、見る場所あんじゃん。あそこまで行ける。滝見れるんだあそこで。気をつけてね。こんな感じになってるね。トンネル？ああ、木のトンネルね。よし、いいね、いいね、いいね。すごいね、このツタは。ツタつうか木は。すごいね。さてと。見れるぞ。ちょっとそこで見てみようか。行けい。よし。うわ、すげえ。そしてちょっとここ怖っ。ちょっと怖いぞ。高所恐怖症の人は怖いぞ。うわー、すげえ。めっちゃいいね。はい、食べれる山菜、水が近くに生えてますね。まあ取らないですけど、これも食べれます。ここの部分に秋頃になると黒いムカゴっていうのができます。それも食べられるし、葉っぱ自体も食べられます。茎も食べられます。癖がなくて美味しい。そしてぬるっとしてうまいです。この前の俺のばあちゃんち動画でも出てたかな。水は上場味噌。うん、簡単に誰でも見分けられるかな。川とか湿気のある場所に生えてますね。はい、白糸の滝。
の下まで来ましたね。こんな素敵なちょっと楽しめるスポットになっております。滝をここから見てみるか。あれが滝ですね。結構迫力があります。そしてめちゃくちゃ今涼しいです。ちょうどここら辺で足とか入れたりしたら楽しいかもね。やっていいのか分かんないんでやんないですけど、魚も釣れそうな雰囲気バンバンあります。カニもいそうだね。こういうところはもう心が躍ります。自然最高。買ってきましたよ。はい。何飲んでんですか、それは。サイダー。富士山サイダー。はい、僕ちゃん。お父さん、ここら辺食ってる。なんで先に食べないほら。うよ、全部食って。だってさ。おいしい、ぶどうの味。はい、違う、全部食って。それでここの食べ。違う、味見して、とりあえず。美味しいでしょ。ガリガリ君みたい。はい、道の駅小菅です。お腹すいたんでパスタ、はい、これミートソースだっけ、これペペロンチーノ、じゃあこれがノンアルコールワインと富士山サイダー、じゃあ食べていいよ。ピザも来たよ。トロットロだね、うまそう。はい、ボルトアクションのガン打ちます。エアガンですけど頑張れお姉ちゃん、的狙って赤いのがどうだ、行く、頑張れ。おお、外れた。どこ狙って、手前、手前、一回ガチャって上げて上下まで最後まで、はい、そして戻す、戻す、しまう、そう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 、よく狙ってます。頑張れ、当てろ。当てたらどうするの。当てたら、おお、当たった、すげえナイス。はい、じゃあ、はい、これで狙って頑張って、僕ちゃん。かっこいい。ハンターだ。頑張れ。頑張れ。狙ってます。いいよ。頑張れ。疲れた。頑張れ。まだいっぱいできるから。まだできるから。集中力、集中力あります。狙っております。狙い、おー、当たった、当たった、すげー、負けたよ。これは何でしょうか。日光岩だ。まあ岩菜だね。ヒレが赤くなってきてるね。そうすれば食べ物だ。お、この赤い斑点が目立つ。ちなみにこのイワナとヤマメが交配したのを川サバって言います。この上の部分がサバの模様に似てるでしょ。これにじます。釣りのターゲットだね、釣り堀とか。仏土壌、レッドリストも持ってるよね。浮き彫り。
カメラ撮る、カメラバタバタしてさあ、もここに来たら恒例の餌あげしな。食ってる？直接口開けてもらいに来てんじゃん。でかいね、草魚？でか。綺麗な鯉じゃなくて、この、お、黄金の鯉来たよ。黄金の鯉。でかいね。食べる？食った。開けてごらん、もう一回ポイって。ほら、欲しがってるぞ。開けてみな、ほら。2個開けた。2個来たよ、ほら。ほら、食べに来たよ。食べねえのかい。